ヨルデニス・ウガス・ヘルナンデスは、キューバのプロボクサー、サンティアーゴ・デ・クーバ出身、現 WBA 世界ウェルター級、スーパー王者、北京オリンピックライト級銅メダリスト。2014年5月10日、ロサンゼルスのガーレンセンターで、アミール・イマムと対戦し、8回0から3の判定負けを喫した。2016年8月12日、 ニューヨーク州ベローナのターニングストーンリゾートカジノ内ターニングストーンイベントセンターでジャーマル・ジェームスと対戦し10回3から0の判定勝ちを収めた。2017年8月26日 T モバイルアリーナのフロイド・メイウェザー・ジュニア VS コナー・マクレガーの前座でトーマス・ドゥローメと対戦し10回3から0の判定勝ちを収めた。なお当初、ドローメは ショーン・ポーターと対戦する予定だったが、同年8月17日に、ポーターが身内に不幸があったため欠場し大役として、ウガスが起用されることとなった。2019年3月9日、カリフォルニア州カーソンのディグニティ・ヘルス・スポーツパークで、WBC 世界ウェルター級王者ショーン・ポーターと対戦し、12回1から2の判定負けを喫した。この試合でポーターは125万ドル。 ウガスは30万ドルのファイトマネーを稼いだ。2019年7月20日、MGM グランドガーデンアリーナで元 WBC 世界ライト級王者オマール・フィゲロアと WBC 世界ウェルター級挑戦者決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収めエロール・スペンス・ジュニアへの指名挑戦権を獲得した。この試合でフィゲロアと ウガスそれぞれ30万ドルのファイトマネーを稼いだ。2019年12月3日、WBA から WBA 世界ウェルター級王者、アレクサンデル・ベス・プーチンとの指令試合を発令された。2020年9月6日、ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで、ベス・プーチンの王座剥奪に伴う WBA 世界ウェルター級王座決定戦を、 WBA 世界ウェルター級6位のアベル・ラーモスと行い12回2から1の判定勝ちを収め王座を獲得した。2021年1月29日、WBA は2019年7月以来約1年6ヶ月間試合をしていなかったスーパー王者マニー・パッキャを休養王者に認定し、レギュラー王者のウガスをスーパー王者に昇格させた。 2021年8月11日、マニー・パッキャオと対戦予定だったエロール・スペンス・ジュニアが、網膜劣行と診断されたため試合を欠場することになり、代役として同じ工業の前座で別の対戦相手との試合を予定していた、ウガスがパッキャオと対戦することが発表された。2021年8月21日、ラスベガスの T ・モバイルアリーナで、 WBA 世界ウェルター救急用王者マニー・パッキャウと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。ありがとうございます。